ナミさん、どうもメッセージありがとうございます。無事にお中元届いたみたいで本当に良かったなと思います。まあ届きますけどもね。ただね、発注してからだいぶ1週間ぐらいかかったんで、その辺なんかいい感じの時期に調整してくれたんですかね。今回はスターバックスのコーヒーをヤフーショッピングで送らせてもらったんですけども、これなんとね、ペイペイのサービスバックでこれ今回のお中元って賄えてるんですよ。ですんでね、普段よりも多くの人に送れたのと、あとちょっとだけ根の張るものを送らせていただきました。スターバックスね、私の町にも最近できて、行くことはないんですけども、こんなに小さな町にもスターバックスが進出してきたんだなと思いますけども、まあ、ナミさんの町にもね、あるでしょうけども、まあなんか、あれですね、こう、距離も時間も超越して、こうやってご一緒させていただけることに、こちらこそ感謝しております。いまだにこのお中元が送れる距離でいるってのもね、本当に嬉しいなと思いますし、今までナミさんもね、お中元だの、お歳暮だの、いろいろ送っていただきまして、私ね、全員が全員にお返しすることはもうほとんど不可能なんで、まあ、こういったランダムに受け取ってランダムにね、お送りするみたいなところにさせてもらってます。で、今回はナミさんのところにお送りするのに、まあ、私の好きなね、そばとかね、そうめんはないだろうと思いましたんで、まあ、シンプルにこう、アロマの代わりにね、コーヒーを送ってみました。コーヒーをだから飲むというよりも、このコーヒーをコボコボって立てるときにこう香りがパーッと広がるのを楽しんでいただければなと思っております。まあ、スターバックスのコーヒー私もね、ほとんど飲んだことがないんで、まあ評判だけで送らせてもらいましたけども、気に入っていただければ幸いでございます。そして通信回線の問題、お互い悩まされますよね。私もね、前回その通信障害ではなかったんですけども、その YouTube のアカウントの件でですね、ナミさんにも手伝っていただきまして本当に助かりました。気持ちが嬉しいですよね。で、今は本アカウントに戻ってきて、どん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 動画をね、量産してるところですけども、これからもね、凡事徹底精神でやっていきたいと思うんですね。で、体のステーキングなどの動画の方もナミさん送っていただきますんで、こちらの方からもお送りできるのは本当に幸いなことだと思います。で、私たちはこの YouTube を通じて、そしてビジネスを通じて、まあ、一体になって行動できてると思うんですよ。で、これからもね、持ちつ持たれつ、助け合い、譲り合いで やらせていただければなと思ってますんで、よろしくお願いします。で、お忙しい中本当ありがとうございました。ナミさん整体の方も人気だそうで、本当にね、ずっと見させてもらってますけども、整体がその閑古鳥ってことがね、もう全然ないんだなと思います。いや、その中でパン教室とかね、オンラインでやっていくっていうのが本当にいろんな挑戦をされてるなと思いまして、私もね、なんか元気をもらいました。で、今回の動画で私もね、新しい挑戦をやっぱりしていかないとなって思うところがありましたんでね、まあ、その感謝の動画というふうに最後は締めさせていただきます。これからもね、新しい挑戦をどんどんしていきたいと思いますので、まあ、失敗も多いと思いますけども、そこはね、半笑いで見ていただければと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ、これからも一緒に頑張っていきましょう。では、いってらっしゃい。